全部カスタムだよこれ。すげえ。これ目玉も入れるんでしょ。それがね全部違うってことですよね。あのね、そのブライスって人形は後頭部からね、うん、紐が出てて、うん、その紐をカチンって引っ張ると、はい、カチン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 で4色こう目が色が変わるの。ああ、うん、でそれがこうまっすぐ向いてるものと右と左とこう変わるんだよ、4回ね、うん、目の色と変わるんだけど、うんうん、それを俺がねたまたまちょっとこれ顔の表面なんかももういかにプラスチックでございますって言ってカテカな表面だし、うん、その髪の毛のこうこれサランっていうんだよね、髪の毛も、うん、なんか安っぽい良くないこれサランだよなって思って、うんうん、元からそういう趣味があったわけじゃないんだよ俺、うん、ね全然そのドールなんかそれまではそんな自分で作ったことなんかないんだからさ、はい、だけどある程度のちょっとこう予備知識があった部分もあって、うん、ちょっとこれ自分で自分なりにやってみようかなと思ったわけ、作ってみようかなと思ったわけ、うんうんうん、それで、皿なんかも全部植え直したり、うん、顔の表面をこうペーパーかけてツヤを落として、で、うん、ちゃんとその顔料も一回拭き直したりとか、うん、ね、チークなんかも全部入れ直したりして、うん、エアブラシでね、それである日こう人作ったわけよ、はあはあ、あよくできたなと思ったわけ、はあ、で人形の服ドールの例えばその衣装って言ったって、うん、ちっちゃいもんじゃない、あんなの正直言ってね、針仕事なんかさほとんどできないよ、うん、だけどそんなんだってこうこんなちっちゃい服だもんなんかこう作れちゃうじゃない、うん、ね作れちゃうじゃない、作れちゃうんだよ。そんなんでこう作ってみたりとか、うん、そのうちに今度俺の知り合いでちっちゃいものミシン分けできますよって言ってる人が現れて、うんうん、でこんな感じでこんな感じで作って言ってくれれば作りますよって言ってくれる人が出てきたわけさ、うんうんうん、じゃあその人とそれじゃあちょっといろいろ協力してとかいう感じでもってこうプライスができたん、うん、それを、はい、俺がある日試しにヤフオクに出してみようと思ったっけよ、おーね、おーで100円スタートで出したの、はい、38万5千円までなかったんだよ。38万、うん、あすごい、これ何いたずらニュースじゃないのこれと思ったらちゃんと競ってんだよ。へえ、うん、ちゃんと順番にちょっとずつ、そうそうそう、うわすごい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 素晴らしい。で最終的には落札もうその最終了になったのが38万5000いくらだっていう金額だったんだけど、うんうん、面目なくてさ、なんかそれを本当にもらうのが、ああ、うん、それでいやーこれこんなにもらっちゃってで、これ、待てよ、と思って。うん、待て待て待て。この落札した人に連絡を取る前に、うん、俺今まで一回もやったことなかった。ちょっと同じそのヤフオク内で、ブライスカスタムちょっと検索してみようと思って検索したわけ。はい、はい。50何万とかいるんだよ。あ、もうそういう世界なんですね。そう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 。20何万、30何万、50何万。ひどいやつなんかほんともう100万近い。まで上がってるのもあるわけ、うん、あれと思って、うん、ってことは俺のは割と中堅以下だよねこれって、だけどってことは別に、うん、別に罪悪感を感じずにもらっていいんだ、うんうん、正当な値段ですね、うん、そこで調子に乗ったんだね。おーおーおーおお、調子乗りましたか。ちょっと質のいい皿を手に入れてみようとか、うんうん、それ用のなんかいろんなその工具みたいなものをね、うん、裁縫道具みたいなものも手に入れてみようとか、うん、いろんなその何裁縫道具屋さん行ってみたりとかさ、うん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 、ね、通販でなんか海外からそのも買ってみたりとかさ、うん、して、うんうん、それからこう作るようになったわけ、うん、やっぱ凝りますね、うん、ファンキーさんね、うん、何でも凝りますね。そうなんだ、うん、である日、うん、その頃すごくその人気だった、うん、から、うん、オーダーが入って、うん、でそれがそのヤフオクではなくて、うん、これこれこういうんでお願いしますっていうオーダーが入った。それはファンキーさんって知っててですか。どういう、いやいや、おそらくそれはそのブライス あのカスタムをする一人の人間として認識されたなと思う。それはあ、ヤフオクのアカウントに連絡が来たんです、うん、ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。それで、その、オークションではなくて、うん、これこれこういうの、こういうのを作っていただけませんか、予算は、このぐらいですっていうのが来たわけさ。それが大体その前に落札になったぐらいの金額だったわけ。うん、
それでそれを作った、はい、そしたらそっから横へバーッと口コミが広がって、うんうん、もう一時はごめんなさい今ちょっと注文受けられないんですっていうぐらいになったのよ。あ、そんなになってたんですね、うん、わーすごいな。もうね本当にだけど俺はどっちかっていうとやっぱりそのフェミニンな感じよりも、うん、どっちかっていうとやっぱこうダークな感じの注文が多くて、うん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 、割とそのいろんなの作ってピエロだったりとか、うん、もう本当にそのカカシみたいなだとかそんなのも作ったし、いろんなの作ったわけ。それは1個目に作ったのがそういうテイストだった。そうそうそう。あ、で、そのつながりで、うん、こういうの作ってる人なんだってなって、そういうのが作ったんですね。そう。一番最初に作ったのは魔導士っていう、うん、ちょっとこう、こういうね、うんうん、帽子をかぶしてさ。魔女帽子。うん、わあ、いいですね。でね、ある日ね、うん、俺のところに、ちょっと変わった感じの、うんオーダーが入ったの。おー、変わったオーダー。うん。うん、その頃は俺もう、すっかり調子くれちゃって、もう、ジオシティーズにホームページ作ってたからね。そうなんですね。気味の悪いテイストでお願いします。うん。うん、いや、どういう感じがいいでしょう。具体的にはどういう感じがいいでしょうか。お任せします。いやいやいや、あまりにも抽象的すぎて、うんいろんなその系統があるんですよって、その僕今まで作ったのがこう写真全部上がってますけどもって、その中で、こういう感じって選んでいただいたらいいんだけどって言ったら、どれにも属さない、ね。どれにも属さない。そしてこれからも同じもの絶対作らないような、気味の悪いテイストでお願いします。すごい言葉足らずなのよ、その人。なるほど。ね。イメージがあんまりない状態で作ってほしい。そう。うん、初めましても何もないんだからね。ああ。常にね。そっか。それ、うん。ねえ、こう、どうしようと思って、うん、じゃあ、どんな感じがいいでしょうか、ってお任せします。うん、入ったら、これもしかすると、後々めんどくさいことになるタイプじゃないと思って。うん。それで、俺は、そこにこう、値段を載せてたんだよね。そのホームページにね。例えば、この、これ、こういう感じであれば、いくら以上いくらまでいくら以上いくらまでっていう感じでこう載せてたんだよ、うんうん、それの一番こう値が張る額があるんだよ、はい、まあ値が張る額って言ったってその頃30ちょもあったかな、うん、それを、うん、当時だからさ今なんかおそらくそんなする人ってあんまりいないかもわかんないけど振込先こちらってこう銀行口座を一緒にこう書いてたりしたんだよ昔はね、したんだよ。そうなんですね。そうだよ。いや、今結構考えられないことで、ね。ねえ。で、そこに、うん、その人の名前でもって入金してきたのさ。あ、来たんや。うわーと思って、はあ、俺もちょうどその、もう、その日の、前の日の晩かなんかに、うん、断りのメールを送ってたのさ。うん、この度はちょっと、ご希望にお答えできないと思いますって、ちょっとあまりにもその、ね、注文が、抽象的すぎるのと、うんうんうん、そこまでこちらで今現在その頭をひねってられないっていうのは正直なところなので、うん、申し訳ないですがって言ったら、うん、そしたらもうお金を振り込みました、うん。私はとにかくその中村さんの作ったものが欲しいんです。なので、お任せします。絶対にクレームはつけませんので、うん、中村さんの思った通りでお願いしますって言われたんで、ああ、もういい、わかったと、うん、ね、うんうん、思って、うん、その、まあ、あるそのピエロを基調にして作ったんだよ、俺が。一体。うん。その、まあ、どんな感じかを言っちゃうんだけどもさ。片目潰したんだよね、俺。片目を、うん。片目を、本当はクリッとこう、目のね、こう穴がもちろん開いてるわけなんだけど、うん、それを片っぽ完全にこう潰して、うん、うん。で、片目にしてしまって、こっち側の目の形変えたの。へぇ。ブライスは普通目の形変えないんだよ、俺。そういうもん、化粧だとかなんか変えるし、うん、この目のホールをちょっと大きくしたりとかね、うん、はするんだけど、うん、この目の形自体を変えるってことはあんまりないの、うんうん。なので、この目の形を変えて、ちょっとすごくちょっと鋭い感じの目にして、固めにして、はい、で、ここの部分にいろいろちょっと再工して、作り上げて、こんなの今後絶対作んないと自分で思った。うん、潰したっていうのは、眼帯みたいにしたのか、うん、違う違う違う。もう完全に固めにしちゃったの。それで、それの中に、俺は常に、その、何かのその気が紛れ込むと嫌なので、
必ず頭の中と、それから、その胴体の中には樹脂粘土を詰めるんだよね。隙間がないように。隙間がないように。はいはいはい。で、頭の中っていうのは普通ノーマルのデフォルトの時点では、こう目がカチンカチンって変わる、そのギミックがついてるので、中には詰められないんだけども、うん、俺は基本、そのドールアイを使っちゃうから、うん、俺が作るカスタムのブライスっていうのは目は変わらないんだよね。あ色は。あ、そうなんだ。そう、うんうん。だからそれをこう入れた状態で中をこう固めていくんだけどさ。うんうん、だからこう持つと、そうだな、1キロ、2キロぐらいあるかな。うん。うん。なんか詰まってますもん。うん。だから割と普通のものよりかなり重いんだよ。で、それをこう送ったさ。はい。ね。送りしました。だけど、もうついてるだろうと思う頃なのに、うん、一切何の連絡もないわけよ。ね。ありがとうございますでもなければ、気に入りましたでもなければ、うん、ね。ちょっとこの度はこれはでもなければ、うん、なんだよこれって。後味悪いですね。うん。なんだかおかしな。まあまあまあいいや。とりあえずクレームはつけないって言ってたし、うん、俺は俺で誠心誠意、ね、その気持ちのを入れて作ったから、うん、まあいいんじゃね。とりあえずと思ってたわけ。うんうん、そしたらさ、はい、それからしばらくした頃だよ。うん、突然、俺のところに、こう、バーっと来るメールがあるじゃない。その、題名が、無題っていうのが、目立つじゃない無題、はい。タイトルなしっていうのがさ、はい、無題っていうのが。なんだこれ。ふっと俺、そうで思ったわけ。いっつも例の人とやりとりするときに、うん、この人無題だったよなって思ったわけ。え、これ過去のもんじゃなくて、これ新しいもんだよねって未開封になってるものがある。しょうがないですよ。開封したさ、うん。全部ひらがなで。ね、全部ひらがなで。うん。全部ひらがなで。人形をお返ししたので受け取ってくださいって書いてあるのよ。怖っ。早いと思って。もうすぐそれに返信した。え、何か不具合がありましたか、うん、不都合ありましたか、うん、ね返信した。一切なしのつぶて。何の返事もないよ、そっから。ないや。ないわけ。何にも返ってこないわけ。なんだよ、これ。いや、怖い、うん。思ってたわけよ。うん、それからね、その次の日だったかな、うん、ピンポーンってなったさ、うん。で、出てみたら、いつもの顔なじみのヤマトの配達員なんだけど、うん、荷物ですってから。はい、で、中村さん、あのね、今回僕が持ってきた荷物なんですけど、もしかしたらね、食べ物かなんかをが入ってるものを、そのまま通常便で送っちゃったんで、傷んじゃってるかもしれない。ちょっと匂いがするんですよ。なので、ちょっと気をつけてください。って言ってきたわけ。はい。え？食べ物を、え？食べ物を、何？常温で誰か送っちゃったのと思って、うん、どこの誰だよと思ったわけよ。で、こう見てみたらさ、もうその段ボールが、普通のその既製品の段ボールじゃないんだよ。いくつもの段ボールの切れ端をつなぎ合わせ、テープで貼って、一つの段ボールの箱みたいになってる。わかる？で、それをさらに、もう、最終的にぐるぐる巻きにしたるみたいな。ぐる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 って。何それもう。で、それが、その、うんって臭いわけ。例の匂いですよ。ね、うん、俺が、よく俺の話の中に出てくる、うん、匂いですよ。がするわけ。なんだよ、これって、差し出しに見たら、間違いなく、俺があの時送った、その、彼女なんだよ。その、注文来た彼女なんだよ。ね。うわぁ、なんだよ、これと思って、こう思うじゃない、はい、心なしか重いんだよな。あれなんだろう、もう、とりあえずちょっと開けようと思って、カッター持ってきて、ピッピッ、ジーって開けたさ。はい、パカッと開けたら、ブワーッと逃げてたわけ。やばい。思い出しちゃった。すいません。タイミング的にそういう感じやった。で、はい、うわーっと荷が出たから、うわわと思って、もうとにかく、うん、ダメだ。これ、外持っていこうと思って。玄関から出て、うん、で、外へ出て、で、そこでこう開いたんだ、なんか、はい。そしたらさ、なんかその、間違いなくそこにあるのは俺の人形らしいものなんだけども、う
うんうん、人形が入ってるんですね。うん。うん。俺の人形は基本的に、その、着てるものも全部、きちっとこう作るので、ちゃんとこう作ったそのピエロのその、まあ、俺が設定したそのピエロの衣装があるんだけど、それ全体に、こう、赤茶色の染みが、うえーって、じわじわじわーっとそれがこうついてるわけよ。ね。で、うわー、なんだこれ。で、こう見てみると、その箱の、こう、下の方、底の方に、何かのその、黒っぽいですね。液体がこう。黒っぽい。黒っぽい液体がこう、溜まってる感じなわけよ。下黒か。わ、こう。いやいやいや。あ、この服の汚れは、この液体だって。吸い上げた感じですか。うわ、また思い出して。強烈だったんだと思います、きっと。こう。珍しいです、うん。はい。今までの収録で初めてです。自分で話してて思い出しげろっていうのは初めて。そう。ああ、やばかった。ゲロ吐きなんだろう。で、はい。しょうがない。それこう、取り出したさ。うん、ね、うん。でも、なんかは、おかしいんだよ。その、こう思った時に、ずしーっと重いわけ。うん、重いんだよ。だから俺は何かのその液体がこうついてて、いや、これ違うぞって。自分が作った重さじゃないんだよ。じゃないんだよ。で、もうその、服なんかもさ、こう着てた衣装がさ、背中の部分でもってちっちゃいホックでパチッパチッとこう止まるようになってるんだけど、それがこう背中のこの部分がパチッと開いちゃってるのが見えたから、外してみようと思って、こうそれをこうペラペラと取ったんだよ。そしたら、ブライスっていうのは基本、こうビスで、こう、止められてて、体の表側と後ろ側がこう、ビスでこう止まってんだよね。それをその背中の側からビスでこう止められてるんだけども、その、ビスがないのよ。ない。ない代わりに、全体をこう、ぐるぐる巻きでこう、包帯で巻いたわけですよ、胴体がね。何それ。で、その包帯自体がもう茶色くなって、こう、赤くなって、黒くなって、もうすごい匂いなわけだよ。で、俺がこう外でこんなことやってると、どっかからかブーンって灰が来るんだからね。うーわ。そう。うん、で、ブーンって払って、で、その包帯全部研いでったさ。そしたら、そのビスがはまってないもんだから、カパッと外れようとするじゃん。ああ、はい、はい。おおってこう思わず、おおって落とすなったものを、ふっとこう、手でこう、受けてみたら、うん、何かの内臓みたいなものがぎっしり中に入ってんだよ。で、うわーと思って、うわー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 、なんだよこれって思って、これはね、もし人間の臓器だとしたら大事件だし、もうそれでなくたってこれはもう悪質なもう嫌がらせ、いたずらだから、と思ったら、俺のちょっと知り合いの当時、今もう転勤しちゃって、他行っちゃったんだけど、刑事がいて、そいつのところに電話入れて、うんうん、ちょっとさ、お前頼みやんだよなって、実はこれこれこういうわけでって言って、うん、それはお前嫌がらせだねって、ちょっと今から行くわって言って来てくれた、うんうんうん。そしたら、うわぁ、ほんとちょっとすっごい匂いだなお前、うん、まあいいわいいわ、ちょっと持って帰るわって言って、持って帰ってくれて、それが血液であるとか、その中の、何、うんうん、ね、内臓っぽいものも調べてくれたんだよ。うんうん、そしたらなんてことない、その、まあ、調べてくれた結果ね、中に入ってたのは、鳥のあの、レバーとハツだったんだよ。鳥、うん。レバーとハツ、うん、のね、うん、要はそのモツだよな、がこう、入ってたわけだ。で、それがこう、ブヤーっとこう入ってたんだけども、はい、で、これ、送った方に調べてくれたって言ったの。うん、調べたんだけど、なんかちょっとおかしいぞ、お前、これ、うん。っていうわけ。おかしい。ほうほう。で、何がどうおかしいのって言ったら、うん、その、発送なってる住所を調べてみたら、うん、確かにそこには一軒の古いアパートがあるんだけども、うん、その指定された部屋に、それ、かような人間はいなかったと。いなかった。いなくて、今現在空き部屋になってるんだって。いやいや、待ってくれ。だけど、でも俺は、その
アパートの何号室、その人の名前、住所、電話番号、それから部屋番号を書いて、俺は荷物出してんだよ。そうそうそう。そうだ。ね、そうだ。そうだ。まあ、それはさ、例えば本当に受け取ろうと思うんだったらだよ。一日中そのアパートの前に張り付いてて、宅急便が来た時に、あ、それは僕のですって、私のですって言って、受け取ることは可能なんだよ、それはって。ね。うん。だけども、だけどな、中村、俺ちょっと気になるな、この、今回のこれってこと。いや、俺はお前ちより気になってんだからって。そうだ、そうだ。真剣にちょっと捜査してくれて、真剣に言ったって別に、それはお前が死にでもすりゃねえっていう、すごいこと言ったぞ、あいつ。これ今言っていいかもしれないけど。うん。で、いや、実はな、そこの部屋で、何年か前にね、ある事件が起きてんだよって。うん。俺、実はその、地元の、東北冒険だったからね、そこは。冒険。うん。はい。で、そこの、まあ、地元のその警察署に、俺の同僚がいて、うん、同期のやつがいて、うん、そいつにちょっといろいろと話を聞いたんだよ、と、うん。うん。そしたら、そこで、その、何年か前にね、ある一人の女性が首を吸って亡くなったんだけども、うん、その時のことは、俺は忘れねえよって言うんだよな、っていうわけ。うん。で、その通報があって、そこへ駆けつけてみたら、なんと、アパートだよ、はい、ね、普通のアパートだよ、うん、その部屋の真ん中に、木の柱がずーだーんと立ててあって、うん、そこに、数え切れないぐらいの藁人形を打ち込んだったんだよ。ね、部屋の真ん中にわざわざその柱をどんどん置いてたよ。立てたんじゃないんだよ。置いてたよ。太い柱を。ね、それに、数え切れないぐらいの数のその藁人形を打ち込んであった。で、部屋の中中にもとにかく人形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 すごかったんだって。わら人形以外に。以外に。うわ、うん、いろんな人形、その、だからおそらくなんかその球体のドールなんかもあったんじゃないの、多分ね。っていうことがあったんだよなって。すごいな。うん、すごい話や。そう。だから俺はその時に、まあここからちょっと現実的な話になるんだけど、はい、じゃあその時のその亡くなった彼女と、今回俺がその送った、送り先の彼女の名前が同じなのか教えてくれよって言ったら、悪い仲間、それは教えらんねえよって言われる。あ、そこはあかんのか。うん。そこは、どんなその亡くなった、ね、今現在その亡くなってる人であっても、うん、うん。うん、別にその人が今その犯罪者でどうのって起訴でもされてない限りは、うん、うん、それは、まあ、もし起訴されてたとしたってお前当事者ではないわけだから、うん、そこは明かすわけにはいかねえんだよって。ダメか、うん。って言われたんだけど、はい、まあ、俺が今こうしてお前に電話してるということで意味を察してほしいと。精一杯のヒントですね、それは。まいったよ、あれは。いやー、で、結局それ、目的とか、真相わからずですよね。わからない、わからない。わからないんだけどさ、はい、実はこの話って、はい、このブライスの話が、ちょっといろんな他の方へ枝分かれしてってる話なんだ、これ。ほう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 。俺ね、前に、まあ、ある人のネットラジオに出て、例のほら、太田の話、ね。うん、人型が潜む家っていう話をね、うん、初めて俺がそれを公開したのって、実は自分のネットラジオじゃなくて、はい、ある人のネットラジオに俺がゲストで出た時にその話をしたんだよね。うん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 、確かね。はい、だそれを話してる最中にさ、もう割とその終盤に差し掛かった頃だったかな。うん、バカーって音がして。うん、ね、うんうんうん、スタジオで、ね。スタジオじゃない。俺自宅からだったから、あくまでも。自宅からはもうスカイプでやる。ああ、そういう感じのゲスト。あ、はいはいはい。うん、じゃあ、ファンキーさんの自宅で。そうそうそう。その音が。うん。あーはーはーはー。バカーンって音がしてさ。はい。で、うふびっくりと思って、目をやった先にあったのは、うん、俺が前にそのカスタムで作りかけのまんまやめてるある一体のブライスがあるんだよ。うん。それの顔がさっき見た通り、ブライスっていうのは前と後ろでこう合わさってるので、うん。その、かしめてあるネジがバカになって、こうバカンってこう開いてたんだよね。そういう、そんなことがあったわけ。はあ、
その音だった。その音だったんだけど。おう。で、別な日にさ、やっぱりその人形絡みなんだ、これもな。はあ、俺が、その、車関係の原稿をこう、おちゃかちゃか書いてたわけよ。はい。そしたら、その、自分の、今はもうないんだけど、前にその階段の下のところにこう、パソコンのデスクがあってね。うんうん。そういうご仕事してたんだけど。はい。そしたらさ、っていうこういうすごくその軽いんだけども、うん、その無機質な音が聞こえるのよね、うん、なんだってこの音どっからしてるんだと思ってこう気を起こすとうってやむんだよね、うん、でまたこう仕事をこうしだすとって聞こえるんだよな、うん、なんだろうって思ってたわけ。ふっと気がついたらさ、うん、ここに犬が来ててさ、はい、でそいつがじーって一箇所見てんだよ、うん、で、お何見てんの、その視線をさスーッとこう辿っていくとさ、うん、こんなちっちゃいさ一体の、はい、プチブライスってブライスがいる。プチブライス、うん、はあはあ、ね、プチブライス、そのままちっちゃくなって、うん、はあ、それがポンと置かれてあるんだよ、ね、うん、そいつの目って起こしたり倒したりするとこう起こすと目をこうパチッと寝かすとパチッとこう閉じるんだよな。その目がさ、ああ、チキ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 って動いてるんだよ。ところ目の前で、お目の前で目でチキ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 って、でこの実はそのなんでそこにそのプチブライスがあるかっていうと、そのブライス、そのプチブライスは、一番最後に例の、その彼女から俺のところにその内臓入りのブライスが帰ってきた時に、うん、なぜかわからないけども、ぐるぐる巻きになってジップロックに入れられた上に、さらにビニールでぐるぐる巻きになって一緒に入ってたの。あ、そうなんですか。うわ。俺は、それ、その内臓入りのブライスをそのまんま俺、警察に渡して、うん、で、悪いんだけど、お前なんかちょっと、ちゃんと供養しといて、処分しといてって、俺。ね。供養はしねえぞ、俺って、そいつ言ってたけど。うん、うん。うん。だけど、それ渡したまんまだったんだけど、うん、その、一緒に箱に同梱されてた、そのちっちゃいブライスは、うん、なんでかわかんないけど、俺、捨てらんなくて。ああ。うん。それは汚れてなかった。うん、汚れてなかったの。だから、それはそこに、こう、ポンと置いといたもんなんだよな。それが、もうすぐその日の日だったの、その次の日だったのに、はい、あ、お寺持ってったけどね。ああ、持ってったんですね、うん、うわ、なんかそっち側で生きてるみたいな、なんかその、うん、そういうことなんですかね。魂入ってるんですよね、きっと。うん、入れてきたのかもな、確かにな、そう考えたら。で、そのぐるぐる巻きってそれなんでいちいちぐるぐる巻きにするんですか、それ全部。箱もそうやし。確かに。何なの、それ。ねえ。いや、それよりも何よりもさ、でも本当にだから、送ってきたのって誰なんだろうって思うんだよな。ね、だって俺、実際にだってメールのやり取りもしてるわけだしね。ねえ。それがその、そこでその死んでた元の家の人だったとしたら、うん、あ、え、でもその最後ひらがなで来たでしょ、うん、それってそのプチブライスにちっちゃい子の魂が入ってて、そのちっちゃい子がひらがなでメールしてきた
ってことないですか。ないのかな。プチブライスで知人だから、そのやり取りしてた人もなんか精神が知人でとか。ああ。うわ、やめてよ、やめてよ、もう。もう。鳥肌立ってるし。お疲れ様でした。俺ね、今からしばらく前にちょっとこうボランティアでね、はい、うん、ボランティアで割と日本中回ってたんだよ。まあ沖縄行ったことないかな、鹿児島までかな、うんうん、それ何のボランティアやってたかっていうと、はい、老人施設なんかでも、うん、これね、こういう言い方していいのかどうかわからないよ、わかんないんだけど、老人施設ってさ、うん、昔で言うとこのその老人ホームって言った時代があるんだよ。ね、これ言い方は良くないのかもしれないけど、だけど、うん、そう言ってたんだよ、昔は。はいはい、すごいお金がかかるわけじゃない。うん、ね、あります。で、入るときに、これこれ、払って、ね、何千万も払うところもあるわけで、うん。で、毎月何十万もかかる。はい、それで、うん、そんなにそのお金をね、たくさん投じたわけではない。うん、毎月毎月何十万も払ってるわけじゃない。うん、その上、全くその家族の来訪もないというね。うん、確かに寂しいですね、それは。うん、ただその施設に入ってしまって、うん、あとはなんとなくそこでこう過ごして、うん、自分のその天命をそこでただただ迎えるっていうね、うん、そういう施設っていうのがいっぱいあるんだよ、うん、実は、うん、そうなんですね、あるんだよ。それで俺たちの音楽関係のね、仲間の中にそういうことすごく詳しい男がいて、うん、それでまあもともと発起人はその男なんだけど、うん、そういうところに自分の仲間、まあそいつもその音大を出てる男なので、うんうん、自分の仲間または後輩先輩に声をかけて、そのタイミングで時間の合うタイミングの合う人たちと組んで、まあ歌い手は俺だったりとか、またちょっとこう、性格やってるような女の子だったり、男の子だったりするわけなんだけど、そういう子たちと一緒か、または、まあ、歌い手は一人なのか、っていう感じで、回ってた、うん、その施設を。全国を。全国を回ってた。時間のある時にね。はははは。で、その時にその歌う歌っていうのが、うん、もう本当の戦時歌謡であったりとかさ。うん。そう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 、ね。そういったものをね、やってたんだ。それをボランティアで。ボランティアでやってたの。うん、いいことしてますね。だからその時によっては、例えばそのフルート、何かそのピアノ、鍵盤と、うん、あ、編成も変わる、うん、編成も変わるんだよ、その時によって。タンバリンと鈴とかね。すごいリズムだ。そう、それはごめん、ちょっとあの多分お笑いになると思うのに、ちょっと考えようか、他のあれをって言って。そうですね。そう、でもね、うん、ハーモニカの三重奏ってのがあったよ、お前に。へぇ。素晴らしかった。面白そう。すごかった、すごかった。その時はもう、本当に叙情歌ばっかりだよね。うんうんうん、赤とんぼとかさ、夕焼け小焼けとかさ。あ、うん、その辺とハーモニカ合います、ね、合うんだよ、合うんだよ。すごい合うんだよ。そうなんだよ。で、そんなことをやってたんだよ。はい。で、ある、そうだな、中国地方っていうのかな。うん、そっちの方へ行って、た時に知り合った人におじいちゃんがいてね、はい、で俺たちって必ずその歌のステージが終わると、うん、まあ2時間もやらないんだよ、1時間半、まあ長くて2時間ぐらいかな、うんうん、やった後は楽器全部閉まって、うん、それでおじいちゃんたちのちょっと車椅子をして一緒にとかこう散歩行ったりとか、うん、うん、こう施設内のなんか手伝いしたりとかして帰ってくるんだけど、あ、そうなんですね、うん、で、その時に、うん、たまたま俺が、じゃあ中村さんこちらお願いできますかって言われたおじいちゃんがいた。はい。そのおじいちゃんがね、ちっちゃくて可愛らしいじいちゃんでさ、うん、で、車椅子に乗っても足悪いんだって言って、うん、で、外へに行きたいって言うから、まあ、庭がこうあってさ、そこをじゃあぐるっと回りますかって言って、外出たよ。うん、あんた中村さんって言ったっけって言うんだよ。だから、うんうん、ああ、そうです、中村です。って言ったら、そうかい。あんた年いくつなんのって言うから、いや、いくつになります。って、うん、あんた、カッパーを信じるかね。
えー、ええー、って言ったの。唐突ですね。うん。カッパーだよ、カッパー。カッパー。あの、カッパーって、あの、妖怪のこういう、こう、皿があるって。いや、俺も本当はその、そこへ行く前に、うん、雨の日に着るって、俺ボケようと思ったんだよ。一ボケね。そう。思ったんだけど、うんうん。うん、なんかそういうタイミングじゃないな、と思って。あ、うん、信じるっていうか、なんですかって、なんかそんなもの見たことあるんですかって言ったら、いやー、見たっていうのかなぁ、なんていうかなぁ、でも、もう足もそのまんま自分の中で墓へこのまんま持って入るつもりだったけど、うん、なんだ、あんたになら話してもよかろうと思うんだよなぁって言い出したの。へぇー。へぇーと思って。何かを感じたんですね。うん、うん。え、よかったら聞かせてくださいよって聞かせてもらった話のさ、うんうん、そのおじいちゃんの名前っていうのは、はい、コウスケ、コウスケさん、うん、コウスケって言うんだけど、まあそのこれは本名、うん、上は言わないよ、はい、コウスケさんって言うんだけども、うん、子供の頃から味が悪いんだって、うん、なもんだから、その何か怪我をしてとかではないらしいんだけどもね、先天性のもので、はい、足がこう悪くて、うん、もう本当にこう走ることなんかもう全然できないと、だから友達と一緒にこう野山を駆け回ってね、遊ぶこともしたことないんだよ足って、うん、であの頃ってさ、割とそういうあの頃の子供たちって今の子供たちとはまた違う残虐さを持ってるんだよ。あ、残虐さ、うん、ははははね、今の子たちって割とその現代風の残虐さを持ってたりするもんだけど、うん、あの当時の昭和の頃の子供たちって、すごくその、今とは違う残酷な一面を持ってるんだよね。それっていうのは、人のこう姿形であるとかさ、なんかをこう抽象して馬鹿にするっていうね。今使っちゃいけない言葉がたくさんあるわけでしょ。そういう言葉を直接的に相手にこう投げつけて、こう馬鹿にするっていうのはね、割と平気だったんだよ。で、そんなことがあって、結局そのじいちゃんっていうのは、その、もう仲間外れにされたりなんだりするんだけども、ところが、このじいちゃんが生まれ育った家ってのは、5体家なんだよ。大きな家なんだよ。ね。それで、その使用人もたくさんいる。もちろんそうなると自分の兄弟もたくさんいるわけなんだけど、自分が末っ子だから、自分よりその上のお兄ちゃんたちっていうのは、みんなこう戦争へ出てったわけだ。時代ですね、うん、ところが自分だけは、うん、まあまあまだその年がいかなかったところもあるんだけども、うんうん、お前はどうせ戦争になんか行けないんだよと、お国のためになんかならねえんだよ、お前なんか生きてたってってこんなこと言われるんだって、そのね、それでもあの、まあ、自分は一生懸命生きてたよと、うん、で家の中のことを一生懸命こう手伝いをするんだって、で必ずその日やんなくちゃいけないことってのはキシ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 とこう決められてるものがあって、はい、薪を割ったりであるとか布団を干したりであるとかいろんなことをこう やるっていう約束になってるんだって、ちゃんとね家の中でね、うんうん、ある日その自分の家のすぐ近くにあるその浜があるらしいんだけどもね、はい、その浜にこうぼっと突き出た大きな岩があって、自分はいつもその岩の上にゴローンとひっくり返って波の音を聞いてたんだっていうの、うん、ね、でそうすると何かその自分をバカにするような声であったりとか、ね、またはそのお前なんか戦争になんか行けないんだっていう声であったりとか、また自分に優しくしてくれた近所のお兄ちゃんであったり親戚のお兄ちゃんであったり、そういう人たちが頻繁にどこどこで戦死なされました、ね、玉砕されましたっていう情報が入ってくる、聞かされるわけじゃない。だそういうのをひっくるめて、もうその岩の上でひっくり返って波の音を聞いてると、なんか全てを忘れることができたんだよなっていう逃げ場だったんですね、うん、である日のことを、その岩の上にまたいつもみたいにゴローンとひっくり返って波の音を聞いてるうちにうとうとうとしちゃったんだって、うん、ところがその寝てる自分の耳に何かがその遠くの方から近づいてくる音がする、うん、でもそれ以上に聞こえるのは波の音なわけじゃない、うん、ね、そうですね、うん、なのにその波の音にかち消されることもなく、
足音は聞こえるんだけど、その足音っていうのは普通にこうコツコツとカツカツとかっていう音じゃなくて、ビショ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 っていう、本当にその濡れた足でね、うん、歩くような足音なんだよってが聞こえてくるって、なんだろうな、夢うつでなんだろうな、何が来たんだろうなって、あ、もしかして海鳥かなんか上がって、いや違うな、なんだろうこう思ってたら、ふっと自分にコウスケコウスケってこう語りかけてくるのがいる、うん、なんだなんだろうコウスケコウスケって呼ぶんだって、でふっとこう気がついたら、もう夕方になってたってわけ。いや、何にもやってない、家の仕事を頼まれてること何にも言われてない、うわー困ったなってすぐ家に帰んないとと思ったんだけど、ふっと気がついたら自分がその枕にしてたちゃんちゃんこがないってわけよ。ね。で、あ、どこ行ったんだろうと思って、恐る恐る上から見たら、もうその海に漂ってた。うわぁ、また母ちゃんに怒られるなって言って、その家に恐る恐る帰ったんだけども、うん、頭から怒鳴りつけられて、うわ、うん、もう、その日はもう晩飯も食わしてもらえなかったと。うわぁ、辛い。で、ぐるぐるなる腹を抑えながら布団に入って、ゴロンとこう横になって、いつも自分が寝るところっていうのは、あの、縁側に近いところのね、すぐこう縁があって、ここ障子がこう閉まっててっていう、その、心情なんだけど、そこで布団でゴロンと横になってたら、また夜中になると、その廊下を、ビショ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 ってこう近づいてくる足音がするんだ。あれなんだろうと、あれあれこの音、今日海でこの音聞いたぞと思ってたら、その障子の向こうで、コウスケ、コウスケって言うんだって。スケ。なんだ？誰か。スケ、コウスケ。誰？よーく聞けや。落ちたとおぼしき伝えが届くがの、総連はせずに置くがよい。なんだお前様は。落ちたって何のことだ。宗助のことよ。戦で南へ出向いておるのだろう。なんでお前が兄貴のこと知ってるんだ。どこへ行ったかの。南方戦線だ。手紙が耐えておろうが。ああ、戦争が終わっても軍から何も言ってこねえ。家のもんもみんな心配してる。この自分のいくつ上っつったよ、5つ上って言ったかな。上のその兄ちゃんのその宗助っていうのは、南方戦線にこう出兵してったんだけども、もう割と、まあ定期的とは言わないけども、1ヶ月に1回ぐらい届いてた手紙がここしばらくないんだって。だから家族はみんな心配してたところだと。よいか？明日より10日間、東の窓に差して、欠かさず百合の花を掲げ、南の方角に指して門を記した提灯を手向けよ。ちょっと待て待てよ、百合？百合なんてここには咲いてないぞ。それに提灯って、だいたいお前様は何者なんだ。それを日が差すまでは火を絶やしてはならぬ。バッと布団から飛び起きて、その障子をストーンと開けたんだ。そしたら、暑い頃だったもんだから、外側の窓も全部開けて、開けっぴろげになってるわけじゃない。はい、ね。何か、その、そこにいたらしき、黒っぽいものが、ポーンと庭へ飛び降りたと思ったら、その、友のものとおぼしきものを引き連れて庭にポーンと飛び降りて、垣根をポーン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 って飛び越えていったんだよ。うん。その時に、私はそれは、あ、
友のものを連れてたんだなって思ったんだよなって。いや、それがその時に見たそのカッパだったんですか。いやいやいや、その時は何かその黒っぽいもので、目がその金色にこうキラッと月の明かりなのか何かを受けてキラッとしたのは覚えてるんだって。ああ、うん、じゃあ顔すら見たんですね。うん、うん、へえ。あっけに取られる少年の耳に遠ざかっていくその者の声が聞こえました。お前のボロはへっついの横手に返したぞ。待て、お前様誰なんだ。おい、夢疑うことなかれ。待て。草履を突っかけて庭から回ってみると、へっついの脇にある手洗い桶の横に何かが置かれています。そっと拾い上げてみると、なんとそれは夕方海中に干した自分のちゃんちゃんこだったそうです。それでまあその後からこの話が大騒ぎになったわけだよ、うん、ね、うん、そのまあ康介少年が朝になってそのことを家の人に言うわけじゃない、はい、家の人は家の人でみんなその宗介どうなってるんだって、なんで連絡来ないんだって、軍に問い合わせたって何も言ってこない、どうなってるんだっていう、本当にこう戦々恐々としてる中で、うん、そんなものがそのね康介の弟の実の弟の枕元に現れて、うん、そんな話を伝えた、これはね間違いない、これは龍神様のお告げだっていうことになって、おう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 、いい捉え方してもらいましたね。 そう、うんうん、そこでね俺ね、あ、やっぱり五体家だなと思うのはね、うん、すぐにその庭先に、うん、そのねカッパが飛び降りたっていうその庭先に、うん、お社を建てたって言うんだよね、龍神様の建てたんす、建てたんだって言うんだよ。おお、すごいよね。すごい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 ね、うん、それで それをそのこう伝えられたっていうことを家の者に伝えたら、今度大騒ぎ、じゃあ誰がその火の番するんだ、うん、誰がその提灯見るんだ、提灯なんかどこにあるんだ、いやお祭り用のとかね、なんかその葬式用のものがあるはずだって、蔵探せってなったんだけども、ってなってますね。ユリの花を探すのは康介の仕事になったわけさ、はあ、ところがその康介はユリの花なんか見たことなかったんだよその辺では、うん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 、でどうしようどうしようって言ってたら、あの貝を取ってね生計を立ててるおばあちゃんがいて、はい、うん、そのおばあちゃんが、うん、岩の向こう側に水神さんが、小さなその水神さんがあるんだけども、うん、水神さんの周りにユリならたくさん咲いてるよって教えてくれたんだって。へー、うん、あったんですね近所に。そうなので、すごい、うん、それを毎日新しいのを取りに行って、うん、その南、あの東の窓のところへ行けるのが毎日毎日毎日、はあ、うん、でこれをその私の仕事になったんだよって、はあ、うん、だけどお前がいらんこといらんことを言うから仕事増えたじゃないかってね理不尽な、うん、こんなことを言う人も いたんだって。やっぱり中にはその家の中の奉公人が何人かいるうち、うん、その提灯を守る人たちがいるわけでしょ、うんうん、ところがさ、そうしてるうちにとうとうその届いたわけさ、うん、ね、戦士の通知が。ああだけどその前提があるから、うん、家族は誰一人としてうわーってなんなかったわけだよ。もうだから言ったら予言、そうなんだそうなんだ、聞いてて、うん、あ本当に来たぞっていう感じ。そうそうそう、だからそれが来なかったら逆に、うん、あれってなったのかもしれないんだけど、その通知が来ちゃったことによって現実味を帯びてしまったわけだね。それを旗から見てて、あそこの家おかしいぞお前、次男が戦死したって通知が来てるのに葬式もあげないんだぞとか、ね、そうか、うん、何のそういったそのお極みのね集まりでも何もないんだぞって、どうなってるんだっていうものもいたんだけども、だけどやっぱり水銀さんが言うことがもう何よりもだったんだよ、あの時はそういう時代じゃったんやろなって言うんだよ、うん、じいちゃんがね、うん、そうしてるうちにその戦死したはずの宗助がひょっこり帰ってくるんだよ。あ、帰ってきた、本人が帰ってくるんだ。おー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 、もちろん戦争がその終戦を迎えてね、うん、いやその
兄の話を聞いて、うん、ああこの世には本当にその人知の及ばぬところがね本当にあるんだなというのを思い知ったんだよなって言うんだけどさ、うん、その宗助は本当にその南方戦線もう本当にもうマラリアだとかさそんなものがもう蔓延するような地域だよね。そこに派兵されてって一生懸命日々こう塹壕を掘ったりさ、うん、なんかをしてたんだけどもとうとうそこにまでその戦火が及ぶようになって自分が敵とこうやり取りするようになってしまったわけだ、うん、それである日もう完全もう真正面からの対決になってしまって対戦になってしまって、はい、そこでほとんど自分の部隊っていうのは壊滅しちゃったんだよね。それで、そこの部隊の本拠地と本部としてたあるその穴蔵ホラー穴があって、うん、そのホラー穴をずーっと奥へ進んでいくと一つこう庭か作りの神棚があるんだって、うん、そこの部隊長がいつも自分たちに言ってたことがあると、うん、いいかお前たちって何かあった時にはもし最後に一人生き残ることがあったら、うん、この神棚に上がってるこの白木の箱を開けるんだぞって言われてたんだって。それをその宗助は忘れてなかったんだよ、はい、でそのホラーの中へバーッと駆け込んでって最後に多分ここに何かその強力な武器かなんかあるに違いないって、うんうんうん、こう思ったんでその品の箱を取り出して、うん、カパッと開けてみたら、うん、なんとそこには一丁の拳銃と一発の弾丸が一発、うん、こう収められててそこにはその和紙がかけてあってその和紙には最後の一振りって書いてあったんで、そこでそれを見た途端に思い出したわけだよ。いいか貴様ら、捕らえられて捕虜になって恥辱を晒すよりも死して大岡と先を誇れよっていうそういうことがあった。これで自決しろっていうことがあって思って、で宗助はとにかくその弾を込めてそれを腰に刺してそのホラー穴から出たわけだよ。だけど本当にその人間なんてのはさ、銃口をこめかみに突きつけてそのさらにそこから引き金を引くなんていうこんな勇気なんかそんなに出るもんじゃないでしょ。それでどうしようどうしようってどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうと思いながらジャングルの中を何時もうろうろしたんだって、うん、自分が海水から作った焼き塩と、うん、それから溜めた雨水を水筒に入れてたったそれだけなんだけど腹が空くとその塩をこう舐めてでもしかしたらバイキンが入ってるかもわからんその雨水をこう飲んで、うん、何日か過ごしたんだって。そしたらその時にああ水と塩だけを取ってるから涙は出るんだなーってそう思ったよって。それでもうダメだもう塩もない水ももうないもう本当に自分はこの最後の一振りをね振り上げなきゃならないところまで来たんだなーって思った途端に自分が幼かった頃のことを自分の母親の誕生日に兄弟みんなで裏山へ上がって桑の実を一生懸命取ったことであるとか、で、その近くの岩場ね、海行って岩場のところからこんな床節をね、たくさんそれを取ってご飯に炊き込んでもらったことだとか、そんなことを思い出したらもう涙が出て、本当に前が見えないくらいだったんだよ。よしと思って自分が拳銃を持って弾を確認して、自分の頭にこう今本当に押し付けようとした時にふっと自分の目の前をそのジャングルのね草木の木々の間を何か明かりがふっと動くのが分かったんだって、うん、あ敵だってね今からその死のうとしてるところへ、うん、敵に撃たれるのはこんな恥辱はないわけだよ、ね、だけどもどうもその明かりが高い懐かしい明かりなんだよってね言うんだって。それはねどう見ても提灯なんだって。あ提灯、うん、
提灯の明かりがそのジャングルの木々の間でふわ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 ってこう木々の間を行き来するのが見えるんだって、一つなんだって見えるんだって、あこれは絶対味方に違いないとね、アメリカ軍が提灯を持ってるわけじゃないんだから、友軍ですか、日本です、日本人ですかって言うんだけども何の返事もしないんだって。ただその提灯がの明かりがスースースーと動く、こっち来いって言ってるように感じるんだって。だから宗助は一生懸命その提灯の後をこうついて歩いて、待ってください待ってくださいって言うんだけども、全然そのとどまらないでどん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 先へ行くんだって。その時に気づいたって。そこに、わかるか、康介。その提灯にだな、家紋が書いてあるんだ。それが立花の家紋。うちの家紋なんだよって。あ、うちの家紋。そう。おお。だけど、いや、違う。これは俺が、ただ今意識朦朧としてるだけなのかもしれない。いや、だけど、あの、提灯の明かりは間違いないと思いながら、その提灯を一生懸命、一生懸命、一生懸命、必死に必死でその提灯の後をついていったら、なんと、地元住民の村にひょっこり出たんだよなって。どうもその村人たちは、以前その、日本軍からとてもその恩恵を受けたらしくて、自分の姿を見た途端にもう村人がみんな集まってきてくれて解放してくれて、うん、それで助かったんだ。その後から日本は戦争に負けましたよっていうのを聞かされたんだよな。いよいよ明日の朝その日本に引き上げの船が来るっていうことになった時に、ああじゃあこうして手動で作ったベッドに寝るのも今日で最後なんだなと思いながら、だけど自分は本当に日本に帰って歓迎されるんだろうか、部隊がみんな全滅してしまってるのになぜお前だけ生き残ったって、もしかしたら自分は犯罪者になってしまうんだろうかって思いながらも、そのベッドにこう横になったんだって。そしたらね、ふっと夜中に自分の横に立つものがあるってわけね、ひょいっと横を見たら康介、そこに立ってたのはカッパだったんだよって。へえ、そっちにもいたんですね、ふっとふっ思った途端に自分とこう目が合ってる、その目をにまーっと細く細めて、にこれと笑ってシュッと消えちゃったんだよなって。これはその奴の笑顔を見た時に、あ、自分は許されるんだって、悟ったんだよって、もうね、本当に1時間以上にわたってね、こう話を聞かせてくれたんだけどさ、涙出ちゃってね、なんかそれを聞いててね。ですね。そのじいちゃんも亡くなって、2013年だったかな、確認してさ、それを、あのおじいちゃん元気かなと思って、その施設の、あの、所在知ってたからね。はい。だから、ああ、中村さんですか。久しぶりですね。まだボランティアやってらっしゃるんですかって言ったら、いや、今なかなかやる時間がないんですけど、って言って。さあ、康介じいちゃんはどうしますかって。康介さん亡くなったんですよ、って、教えられてね。そうか。子供の頃、小学校の5年生になる直前だったかな。親戚一同がこう、わーっとこう集まって、北海道の割と東部の方の温泉宿に行ったことあるんだ。温泉宿に。温泉宿に行ったんだよ。うん、で、そこへこう、
着くなりさ、うん、大浴場子供たちうわーって飛んでて、うん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 、ね、ほれつるゴーンってやったりもさありますね。そう、はい、でね、まあわーっとこう遊んでで、うん、みんなでこうわーっとこう上がってきてさ、うん、でご飯食べて、はい、なんてことないんだよね。じゃあ何をするのっていうと、ついて俺の記憶の中ではね、そのつい、つきました、大浴場でわーっと触りました、大広間でご飯を食べました、その後沖の部屋だったからね、うん、その部屋に戻りました、うん、で子供たちで枕投げを開始しました。うんうんうん、その時誰かが流されてお開きみたいな。あ、大体そういうこう流れがね、あるでしょ。うん、でみんなでわーっと騒いでたら、うん、それぞれの親がこう来てさ、あんたたちも疲れてんだから今日は、うん、ね、だから明日また違う場所へ移動するんだからとにかく早く寝ないとダメだよって言われて、うん、と思いながらも布団入ってさ、はい、そしたらある一人のいとこがね。布団を入って、そうか、ってゴソゴソっとこう入って、枕に、こう、枕に頭をつけて、んと言ったらさ、うん、カッと目開けたもん、こう目だけ出してさ、布団から。ね、目だけ出して、見てんだよ。あ、びっくりするな、あれ。怖いですね。びっくりする。うん、で、うわ、びっくりしたって何って言ったら、うん、俺さ、さっき、下で変なもの見たーって言うんだよ。おえ、何見たのって言ったら、言いたくないって寝ちゃったのに、立ったら、最初から触れるなよ、お前、それに。ね、触りだけ言ってね、トピックだけ表して。またお前、これ風呂桶で行かないとダメかな。まあ、それでもみんな、まあ大人たちは下でまだ飲んでたりなんだりしてたからね。うんうん、子供たちが、まあ主にこう、最初はやっぱり騒いでたり寝るって言ったって寝ないでさ、うん、なんかまたこう去り出したりするんだけど、でもやっぱりそこは逆に言うと、やっぱり子供なんだよな。うん。うん、いくらその楽しいことが今あってわーっと騒いでても、すぐことっと寝ちゃうんだよ。あ、まあそうですね。どのぐらい時間が経ったかわかんないよ。猛烈におしっこがしたくなってさ。うんうん。いや、おしっこしたいと思って、うん、うっと起きたんだよ。そしたら、大人たちもみんな戻ってきててね。あ、で、時間何時だかわかんないけどさ。もう多分真夜中だったらわかるわけだ、うん。え、おしっこしたい。トイレ行かないと。そこのトイレってのはさ、はい、そこ2階なんだよ、私泊まってる部屋って。うん、1階なんだよね。あ、部屋にないの、トイレが。あ、そうなんだ、ね。ないんだよ。それで、1階まで降りてって、うん、古い旅館だからね、その水場をずーっと通っていくと、うん、廊下の、これはすごいんだよ。普通そういうホテルだの、旅館だの、トイレっていうと、まあ、便所だ、トイレとか。ね、ちゃんと固有のスペースがあるじゃない、はい、こっからトイレです。ドアがあって、はい、まだカラカラと開けるのか、それはわからんけどもさ。うん、ね、で、必ずその下駄なり何なりに履き替えて、うん、これ今の衛生法で決まってんだよ、これ。あ、そうなんですね。うんうんうん、ああ、そういう決まりがあるんですね。ところがさ、うん、その旅館、最強だったんだよ。うん、階段降りていくじゃない、はい、すると、右の方へ行くと、フロントのちょっとこう広間があったり、なんだりっていう、大広間があったりの方へ行くんだけど、はい、階段降りたところを左に来ると、うん、同じテンションの、その太さの、廊下が奥までストーンって行ってんだよ。はい、ね。その左側に、うん、昔の小学校の水飲み場みたいな感じの手洗い場があって、うん、その向こう側に、うん、その廊下に面した感じで、うん、個室が並んでんの。ほう。一段二段ぐらい、ちょっとこう段があったかな。はあ、はあははあ、で、木のこう、サクッてこう開けるタイプの薄っぺらい、うん扉でさ、うんうん、それをサクッキーって開けると、何こう、和紙のベンチがこう、トン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 と。だから開けると、万が一鍵をし忘れると、こう、プリッとこう、プッとこう、下がってるのが見えるっていうね。うわぁ、そう、最強や。最強だよ、最強だよ。せめて横だったらいいけどさ。ああ、そうですね。そうだよ。局部こっちへこう、こう、こう、ぴゃっとか。うわぁ。そうだよ。食事中の方、そのまま続けてください。うん、続けろ、続けろ、大丈夫だよ。それで、ね、そこ行かなくちゃいけないんだよ。これが、うん、その廊下の奥へ行けば行くほど昼間でも暗いんだよ。あー、なるほど。気持ち悪い、なんとか気持ち悪い。で、さっき、そういえば、寝際に、あいつの変なこと言ってたな、なんか変なもの見たって言ってたのは、
絶対そこに違いないっていう、なんかそんな思惑があったの。ああ、直感というか、なんかピンときたんですね。そう。うん、だからつって、お袋を起こしてちょっと一緒に行ってくれもかっこ悪いし、それに怒られるだろうし、いや、行こう、頑張って行こうと思って、お廊下へ出たよ、はい。階段降りてって。で、下へ降り切ったところ、左へ行くんだ。うん、で、ある一つの、5つ、6つぐらい並んでるからね、個室が。うんうん、で、その中の一つを開けようと思って、サクッ、ふっと手前に引いたら、ってすごい音するわけ。ね、うわぁ、なんでこんな音するんだよと思って。で、そこへ入って用を足して、足し終わって出てきて、もうとにかく早いとこ上上がろうと思ってるわけだから。怖いですもんね。うん。それでも、なんかちょっとこう、ちびっちゃったの、手についちゃったところが、手洗おう。いや、それ知らないけどさ。手洗おうと思って、はいはいはい、水の指でこう開けて、こう手洗ってたんだよ、うん。そしたらさ、もう、キュッとこう、蛇口をキュッと閉めたか閉めないかの時に、うん、右側のその奥の方から、イーっていう、うん、聞き覚えのあるその木のきしみ音がしたんだよな。で、俺、そんなに離れてるわけじゃないんだよ。で、俺、こう、蛇口をこう閉めて、こう見たわけ、うん。そしたら、間違いなくさっき俺が入ってた個室のドアをこのギーッと開いてて、うわそこから、はい、内側からだよ、はい、髪の毛こう、ゾロッと下げたのがさ、こっからこう斜め半分覗く感じ持って、と覗いてるんだよ。うわーっと飛び上がって、はい、そのまま階段をスタン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 って上上がってきたんだよな。で、俺がその水場から階段の方へ向けて走り出したか出さないかの時に、後ろの方でもって、ストン、ピタ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 って音がしたわけ。っていうことは、今こう半端に開いてた扉をその中にいた何者かが押し開けて、こっちへ出てきて、ふっふっふってこう、迫ってきた感じがするわけで。そうですよね。そう、うわなんか来たと思ったら階段、うわーっと上がってって、上の廊下なんか明るいからね、部屋が並んでるところ、はい。ところがさ、2階について、あることに気づいたの。部屋がどこだかわかんないんだよ。うわーあるわ、そういうの。ね。あるわ。一つだけじゃないからね、部屋。はいはい。ね、一つ二つだけじゃないから。あれどうだったっけと思ったっけ。ね、奥、ずっと奥の方から来た気もするし、うん、左側だったことだけは覚えてんだよ。だけど、うわ、困った。って階段登ってくる音がするわけ。ゆっくりゆっくり。来たと思って、もうとにかくどうでもいいから手近にあるところに逃げ込もうと思ったんだけども、そこの旅館ってのは、外側にカカカカカッと開く格子戸がついてるの。ね。その格子戸を開けて入ると、もう一つ襖があって部屋なんだよ。うんうん、そのカカラカラッと開けると、そこそこカカカカラッと音がするわけだ、うん。で、俺がとにかくそこをカカカカカカッとそーっと開けて、中に飛び込んで、そのカカカラを閉めて、その内側の襖をストンと開けたら、誰もいない真っ暗の広い部屋なんだ。真っ暗なんだよ。と思ったけど、はい、だけど、後ろから来てることは間違いないから、とにかくそこ飛び込まないとと思って、そこ入って、内側からストンってこう、襖を閉めたんだけど、うん、そこで俺、もう、また大事なことを思い出したの。何ですか、今度は。そこの部屋は、外側の格子戸に鍵がかかるんだ。ね、そんなものさ、鍵をかけて、こっちが逃げ込むなんていう知恵はないもの、こっちは。うんうん、ね。とっさですし、ね。うん。それで、うわーっと思ったわけ。だから、とにかくその襖をなんとか開けられないようにと思って、で、向こう襖だから、こっち襖だったらこっちからこうやって押さえられるんだよ。ね。向こう襖だから、その、こんなこう、四角く切ったさ、なんかその、取っ手みたいな、これ、凹みみたいなところを、こうやって押さえるしかないんだよ。こうやって、こうやって、こうやって。そうですね。ね。そうですね。うん。うん。だから、
ヒーッと上がってきた何かが、その部屋の前までもう達してるんだね。外側の格子戸を、開ける音がするわけ。うちってきたーと思って、もう涙ボロボロ出てさ。で、それをスマッと押さえたまんまでいるじゃない。その押さえてるこの指に、ぐってテンションがかかってくるんだよ。開けようとしてるわけよ、外側から。うわーと思って、やだ、やだ、やだーってこう、多分言ってたよな、声に対してな。こう、ここを開け。ここを開けって言うんだよ。外から。喋ってるやろ。やばーっておかしいって言ったか言わないかんときに、もう一つのどっか離れたところの格子戸が、割と勢いがカラ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 、ストン開いて閉まる音がして、スリッパで持ってペッタラ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 って歩いてくる音がしたんだよ。そしたら、その、今、俺がいるところの講師とか、カラカラカラって開く音がして、おい、なんだお前、わさびかって声がしたわけ。そしたら、ゴツゴツって開く感じがしたから、手離した。そしたら、ストーンと開いて、何やってんだお前って、新鮮におじさんで、おー、よかったよかったよかった。そのおじさんって、ちょっといろんな、すごく元気のいい人で、元気のいい人なんだ。よく原稿されたんだよ。だけど、すごくあったかい人でね。で、その、おじさんだったんで、何やってんだ、この眠気たのかって。ダメじゃないか、お前、よその部屋入ったら。って誰も使ってねえのか、こうって。何やってんの、来いよ、ほら。もう部屋帰れ。もう一つ向こうだったんだね。で、そっち連れて行かれて、はい、で、布団、寝ろ寝ろって言われて、で、寝たさ。たらまたそのおじさん出てったんだ。おじさんどこ行くのって言ったら、もう、しょんべいしに行くんだよ。って言って、下降りてったんだ。はい、ね。次の日だわ。朝起きて。いやー、もう忘れてないからね。うわー、ゆうべのあれって絶対夢じゃなかったんだよなーと思ってた。そしたら、ゆうべ俺を助け出してくれたそのおじさんが、はい、もう一人の親戚のおじさんと二人で、こう、そっと出てくるのが見えたわけよ。なんか言ってんだよ。もう、いやー、おめえ、参ったじゃん。あとがぐわらなるじゃん、お前、こうだら。って言ってるわけ。なんだと思って、そっとついてたんだよな。だから本当はみんなで朝ごはん食べ終わった後、中庭にあるなんか錦鯉がいっぱい話してあるこう池があって、そこ声見に行こうって言ってたんだけど、はい、そっとおじさんの後ついてったら、1階のそのフロントっていうのかな、その、の向こう側に、ちょっとその庭園が見えるような感じのところで、こう、応接セットがいくつも置いてあって、そこでこうタバコ吸いながらこう話をこうしだしたわけよ。はい、で、こう話聞いてたら、いやー、俺、ゆうべよ、正面しに下行ったんだかなーって。うん。で、ここだろ、お前、一つの個室でね、もういくつも個室並んでんだもん、お前、変な便所だと思うよ、ここって。ね。で、そこを一つ開いたから、用足したのよって。そしたらいきなり、俺の後ろと思って、ギーって、の、木戸が開くのよ。なんだろうと思って、ションビーションがふっと振り向いたら、薄っ気味の悪い女もその隙間からこっち見て、いーって笑ってるなよって。おぉ、下からごめんな。なんだこれこのって俺言ってやったんだって。お強い強い。うん。そしたら、うーってすごい気味の悪い笑い顔を見せて、ふっといなくなったんだけどって。いなくなった。そしたらもう一人のそのおじさんが、またに。夢見てんのは見たんだけど、バカでねえのか、お前。どこの世界に夢見ながら証明するやついるんだって。いや、それだな。昨日、俺がその証明行く前によ、まさみがお前、その階段上がったところの部屋に隠れてて、その、君の悪い女に追っかけられたって言ってたんだ。なんか、なんかここの旅館なんかあんでねえべかと思ってな、俺な。実はここのお前、番頭にちょっと聞いたのよ、強めに。強めに言ったら強めに、うん。うん。そしたら、実はここの旅館にはね、もう長いことやってる旅館なんだけども、その昔ね、ここにいたその中井と、あるその板前が恋仲になったと。ただそれからしばらくして結婚するだなんだのって話が
せっかく湧き上がったんだけども、うん、その板前のところに招集令状が来て、うん、そしてその戦地へ赴くことになったと、その板前はね。ところが、それからしばらくして、南の方の島で、その戦死したという知らせが来て、それで、その中井がトイレで首を吊って亡くなったんですよ。そういうことなんですね、うん。っていうことらしいんだ。うん、なんかこう、ポン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 と組み立てられたような話ではあるけどもさ。だけど、あの時のああいう、なんていうんだ、そのさ、さっきのそのおじさんが言ってたような、こう、にまっと笑うとかさ。そんなことなちゃうのかなって俺は思っちゃうんだよね、亡くなるとね。ね、その、うん、板前さんを見つけてニコってするならわかるんですけど、うん、明らかに違う人がいて、なんで笑って何なのそれってなりますね。わからんよね。ちょっとね、君が笑ったあれは本当に、旅館では俺いろんな思いしてるけどもね、それは割と。うん、指折りだったね。ついてくんのすごいですね。ねえ、まあもちろん後ろを振り返って後ろからこうね、うわーって来てる姿が見えたわけじゃないんだよ。そうじゃないんだけど、そのイメージと音と。気持ち悪いな。まあおそらくその衛星法であるとかなんかで、まあ、ああいう仕組みはもうもちろん今ダメだろうからね。今あるかどうかも分からんけども。あ、そうですね。まあ、有名な、いい温泉の湧くところですよ。まあ、ある、この昔からの友達である男がいてね。はい。この男って、まあ、男ってさ、割とそういうところがあるかも分かんないけども、なんか一つのことに凝るじゃない？まあ、凝りますね。ね。うん、要するに、懲り性って、お前、懲り性だねって言ったり、言われたりするけどもさ、その男も実は漏れずそれで、しかも、割とその世情に流されやすい、またはその世情の流行りに乗りやすい男なんだわ。数年前にエコだ、エコだって言って、みんながなんかその、自転車を使って通勤しましょうとか、車じゃなくて自転車をって言った頃があったでしょ？はい、ありました。10年ぐらい前かね、あれ。その頃に、突然その今まではもう本当に外車が好きだよね、乗って歩いてた男なのに、中村、時代は自転車だよって言い出して、乗ったね。いや、始まった。正常に乗ったね。始まったこいつと思って。で、いきなり買ったのがビアンキだよ。ビアンキ。ビアンキ。百何十万だかする自転車を買って、中村、時代はお前自転車だぞ。俺なんか毎日これでそこら辺うろうろ走り回ってんだからって。いや、もうその時点でなんか間違ってるし、お前。そうですね。何それ。プラスアルファで走るんじゃなくて。そう。普段の移動ってことでしょ。そうそう。なんか仕事に行くとか買い物に行くとかっていう時に、車じゃなくて、ね、自転車に乗りましょうっていう、そういうことだよ、お前。用もなのに、うろ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 歩いてどうすんだよ、お前。自転車乗りたいだけじゃない。そう。しかも、お前、その高価な自転車の時点で全然エコじゃねえじゃねえか。言ってたの。はい、その通りですね。で、この男がいろんなところへ行きましたって言って、東京都内ど真ん中に住んでるくせに、なんか奥多摩行ったとか、甲府まで自転車で行ってきたとか、そんなこと言ってた。しょっちゅうその連絡来てたんだ、メールで。はいはい。ふっと連絡が来なくなったんだよね。うん、あ、奴は、とうとう自転車にも飽きたかと。なるほど、なるほど。うん、また、別のものになってて、一輪車で来たりしたら思いっきり面白いのになって、そんなことをね、思ってたもん。夜中のさ、はい、俺はちょうどその原稿を書いてて、さて、いやもう寝よ、何時、うわやばい、こんな時間もう朝じゃねえかよって思ってる時間に、突然その男から電話かかってきて、はい、ちょっと行くわ、行っていいよね、じゃねえって電話切ったんだよ、そいつ。なんだこれは。マジでこれ。
え、これ午前午後間違ってんじゃないよね、俺。いや、嘘でしょ、と思う時間に、はい、来たんだよ、こううるさい車で。ほら、やっぱり車で来たと思って、自転車やっぱりやめたんだ、と思って、うんうん、こうピンポン鳴らしたから、こうガチャッと開けたらさ、うん、傷だらけなの。おね顔が。おもう、でっけえ絆創、なんかこんな絆創膏がついてたりさ、こんなところになんかこんなでっかい、そんなでっかいバンドエイドあんのかと思うやらバンドエイドがこう貼ってあったりとかさ、するの。なんだお前、え、すっげえな、お前、何、親父狩りって聞いたの、俺。あの頃流行ってたからね。あ、そうも見えるぐらい、すごかった、ね、すごかった。はぁ。とにかく、入っていいって、おぉ、はいはいはいって言って入れてやって、はい。どうしたのよ。どうしたのよ、お前って言ったの。中村さん、やっぱり世の中にはさ、なんていうのかな、知っていいことと悪いことと、知らなきゃよかったっていうことと、あ、やっぱり知ってた方がよかったと思うこととあるよねって。もういきなり深いこと言ってるぞ。なんだ、どうしたんだって。ちょっと眠いんだけどって言って、お前、そういうね、そういうお前、人情のないこと言うんじゃないよ、いでっていうのね。どうしたのよって言って、いや、俺な、自転車をほら、例の自転車を買っただろって。あれで、自分の地元であるとかなんかをこう、結構、走り回ってたんだけど、中村これ冗談抜きの話でな、自転車でなんて走ることってなかなかねえじゃねえか。な、例えばバイク乗ったってフルフェイスでシールドを下げちゃったら、結局なんかその外の世界とこうシャットアウトされるじゃねえか。ヘルメットを被ったとしても、こうポンとね、サイクル用のヘルメットを被るだけっていう感じで外歩くのってのは、なんかこの生のこう空気、風に当たれるんだぞって。しかも自転車でしか入っていけない、バイクでは入っていけないような裏道だったりとか、長年住んでた地元なのに、あ、こんな道があったんだなとか、うん、そんなことに俺だんだんこう楽しみをこう見出すようになってたんだよな。いいですね。うん。で、都内のあるところをずっと通りかかった時に、まあその辺って、まあ、よく知っての通り、一回閉まるとなかなか開いてこないようなその踏切のあるところでね。うん。うん、で、そこへこう差し掛かったんだよって。で、まあちょうど、まあその車、人出の多い時間帯だったっていうこともあるし、っていうことは、電車もやっぱり頻繁に来るわけだから、なかなか開かないのかな、参ったなこれ、思いながらこう、遮断機のこれ持って、こう、待ってたんだよって。そしたらさ、ふっとこう、気づいたら、女子高生がさ、俺、で、目こすったぞ、お前って。うん、ね。踏切の真ん中でしゃがんねえのよ。ほう。って。うん。思った途端に、わーって入ってきた電車に、その子が、バーッと持ってかれるところで、俺、記憶ねえんだよな。で、俺気がついたら病院だったんよ。はぁ、あ。俺それずっと黙って聞いてたんだからね。はい。よくありがちなさ、こう、あまりにもその光景がショックで、うーんと聞き遠くなったとかいう、そういうこう嘘っぽい話じゃないんだよね。違うよ、お前、それ、そういうことじゃ、黙って違うね。入れってんだよ。ね。ほんで、俺、ふっと気がついた、その病院のベッドだったんだけども、一番最初に、ふっとこう、我に返って、こう、とにかく痛いのよ。うん、痛いんだよ。で、頭にもなんか包帯が巻かれてるし、今こそね、その包帯はもう取れてるんだけどもさ、だけど、包帯も巻いてあるし、顔中、しかも、片目なんか見えなかったんだね、俺ね。なんだこれ、俺、どうしたんだ、俺、車に跳ねられたのか。
どうしたんだったっけと思って自分の記憶の糸をこう辿ろうとするんだけども、なんかその自分の中でそれをなんか拒否する部分があるみたいで、なんだろうなんだろうと思ってたんだよなって。そしたら、そこへその、看護師さんが一人ね、入ってきて。まあ、当時はまだ看護婦って言ってたよね。うん、看護師さん。うん、看護師さんが入ってきて。あ、気づかれましたか？大丈夫ですか？痛みますか？って言われたんで、ああ、看護師さん。なんすかこれ？何があったんすか？俺なんか車に跳ねられたんすかね？って言ったら、はい、担当の医師からも直接説明ありますからね、もうちょっとお待ちくださいね。じゃあちょっと口の中の脱脂綿買いますね、つのって。で、気がついたら、この歯茎の、この内側、こういうね、こういう内側に、びっしり綿が入ってたってか。ガーッとここに、ここ、ね。で、あ、だからこれなんか喋りづらいんだと思って、で、ああ、しかされて、もう開けられるところまでいいですからね、ちょっと上見て、上見て、こう、脱脂綿をこう変えてくれると、もう血だらけなんだって。で、それをこう変え、また新しいのをギュッ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 ってこう入れてくれるんだけども、その時に、上の、この辺を、こう、ギュッ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 って壊れ、ここへ来た時に、いててて！っていうところがあるんだって、一箇所。ギュッとね。で、ああ、痛かったらごめんなさいね、って言って、またギュッて入れられて、後から先生来ますからね、ちょっと待ってくださいね、って言われたんだって。それで、まあその、もちろんその先生が来て、どうですか？大丈夫ですか？めまいとかないですか？もう、いや、めまいはないんですけどね、痛いですね、もう腫れぶったいし、特にこの口が、ああ、そうでしょうね、うん。ちょっとね、まあしばらくかかると思うけど、まあ口の中の傷はね、すぐ良くなるとは思うんだけど、痛みはちょっと残るかもしれないけどもね。ってこう言われたんだと。はい。先生、何があったんですかこれって。何ですかと。僕、もしかして、車に跳ねられたんですかって、うん。何にも記憶にない。いや、記憶って、いや、自転車に乗って、あ、俺、踏切のところで俺電車が通過するの待ってたんですよね。あ、その時に、なんか、女の子、うん、まあ、女の子をそこまで覚えてる。おい。女の子が踏切の中にいるのが見えて、あれ、そっからどうしたんだろう。ああ、なるほどね。そういうことなんだね。うん、なるほど。そこまでですか。記憶は。はあ、いや、そこまでですね。その途端、うん、なんか、車に跳ねられたような、なんとも言えない感じが残ってるんですけどね。うん、なるほどね。うん、うん、まあ、いいでしょう。とりあえずは、ちょっとまあ、置きましょう。ね。もう少し、もう少しちょっと良くなるでしょうからって。いや、良くなるでしょうからって。先生、ね、痛いですよ、どういうところ。いやいや、それは痛いですよ。ってね、もう昨日今日の話なんだからって。だから、とりあえず、ちょっともう少し上場しましょうよ。って言われて、いるんだけど、やっぱり、ここが痛いんだって。ここのね、ちょうどこの、右側の、このあたり、この、鼻のね、このあたりが痛いんだって。うん、いやー、痛えな、こうなんだろうなと思って、こう触っていくと、うん、ここのあたりに、ゴリっていうしこりがあるんだって、ここに。あれ？痛いで、なんだ？なんだこれって。はい、痛い。うわ、これすっげえ痛えなって。で、その看護師さんが来た時に、はい、看護師さん、ね、口の中とにかく全部痛いのは痛いんだけども、これすっげえこれ痛いんですけど、これ何すかって言ったら、どっか痛いところ、特別痛いところあるって、いやいや、これ半端じゃないですよ。すっごいこれ痛いんだけど、って。じゃあちょっと安心してみて。って言って、その脱脂綿一回その変えてくれたんだけども、またそれを変えたところ、グッとこう取って、ピンセットでね、
グッと取って、ちょっと上げますよって言って、この上唇をグーッと上げてったのとかって見て、うんうん、そしたらその、ずーっと見てた、その、ね、彼女が、うん、あ、って言うんだって、うん、え、何すかって、ちょっと待ってね、ちょっとこれ待って、ちょっとすぐ来るから、すぐ来るからって、バーって急いで出てきて、その、担当に医者連れてきたって、うんね、うんうんうん。で、何人かでいて、で、こういうステンレスのノーボンってあるじゃない、はい、で、それをこう、こうつけるんだって、うん。で、ちょっと見るね。ちょっと上見て、上見て、上見て。こうちょっと巡るよ。あー、ほんとだなー。って言うんだって、うん。ちょっとね、ちょっとごめんね。ちょっと痛いよって言って、うん、そのピンセットを、うん、その痛いところにぐーって入れてくるんだって、内側から、このね、内側から。いてくれって、ちょ、ガマン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 、すぐ終わるから、すぐ終わるからね。って言った途端に、うん、そのノーボンの上でカチンって言ったので、ね、うんうん、で、なんだと思って、ね、え、なんすか先生って、俺もつ歯折れちゃったのって言ってこう見たら、ここに歯があるんだってよ、うん。だけど、奴が自分でこうやってベロで、で、触ってみる限りは、うん、こっち側の剣歯がちょっと欠けてるような感じがあるだけで、歯はあんだって全部。え、なんで先生これって言ったら、うんうん、実はね、あなたのその記憶がないところ、いや、そこが問題なんだよ。うんうん、女の子がね、電車の中に飛び込んでしまったっていうのは、それは間違いないことで、実はね、あなたがその記憶がなくなったのは何でかっていうと、うん、その子のその切断された顔面が、ここへぶつかったせいなんだねって。顔面が、それで、今、その、カチンと出てきた、この歯はね、これはあなたの歯じゃないんだよ。ああ、そういうことや、うん。その、亡くなった彼女の前歯が、あなたのこの剣歯とぶつかった時に、ボキッと折れて、その勢いで、この奥へぐっと刺さっちゃったんだねって。で、それを、まあ、僕らだと思うんだけども、おそらくその中をずっとこう、中をね、脱脂面入れた時に、奥へグッと押し込んでしまったのかもしれないと。うん。っていうことなんだよ。俺もう、それを聞いた時にさ、もう言葉も何にもない。そうでしょ、と思って。なん急にやってんのかちょっと思ったわけ。とんでもない目ですね。うん。それで、俺の、それ口に出しては言わない。言わないけど、俺の腹の中では、この野郎は、このね、夜中とも早朝ともつかない時間に人ん家に押しかけてきて、うん、このグロい話をね、うん、置いていくためだけに来たのかと。置いていく。ね。その確かに、この野郎の話だって、本人の話だってことはよくわかるし、うん、参ったよっていう気持ちもわかるけども、うん、それを置いていかなきゃならない時間なのか、これは、と。うん、そんなふうにちょっとこう思いかけてたんだよ。そしたら、やつが口を開いたわけ。いや、中村、実はね、俺が今日来た理由は、うん、実はそれがあってからっていうもんね、うん、俺、いろんなところで、動物に嫌われるんだよ、っていうわけ。ほう。え、どういうことって言ったら、はいはい、いや、それまでは、普通にこう、うちにね、いた犬だとか猫は全く俺に寄りつかなくなって、うん、道を歩けば、その辺に飼われてる室内犬であるとか、庭犬であるとかなんかがね、地雷みたいな問い立てるんだよな、っていうわけ。うん。それで、まあ、お前ん家に犬もいるし、だけど、吠えないんだよ、全然。普通に寝てるんだよ。あ、そうだ。うん。で、もう、お前のその、目で見ればなんかついてるんだろう、なんか見えるかなと思ってって言うから、うん、何も見えないし、うんうん、犬本当に寝てるし、うん、そうか、そうだよな、うん、この思い違い、思い過ごしなのかな、いや、だけどおかしいんだよな、なんか、すごくそういう人の気配がするし、いや、ちょっと待って、お前ね、少なからずね、そういう目に遭ってるんだから、うん、ね。だから何がその起きても、正直、こんな言い方はちょっと残酷だけども、何が起きても不思議じゃない状況だよ、お前、それはって。ね。
うん。だから、かといってそれが、お前に恨みを持ってるとか、そういう性質の話ではないと思うし、うん、だからそんなに深刻に考えることもないと思うよって言った途端だよ。突然、うちの犬が、うわーって吠え出したわけ。ね、もう、普通じゃないんだよ、その変化が。もう、急に泡溜めちゃってさ。わーわーわーって吠えるんだよ。うわ、そんなに。うん。もう、本当にもうその敵に向かって吠えるように威嚇する時のさ、もういう、今、噛みつくぞっていう感じの吠え方が。そしたら奴がいきなりその慌てたみたいに、わかったわかった。帰るじゃねえって言って立ち上がった。うん、で、外へ出ようとして玄関で靴を履いてたら、うん、周りにいる、その犬飼ってる人たちがその頃いたからね、周りに、ね、外犬を飼ってる。おほほーわほーっていろんなところで遠吠えが聞こえるわけ。で、うわー、何この状況と思って。で、な、コロナになって、我々帰るわって言って、外へ出てった。はい、で、奴の車に乗って、バーンエンジンかけて、バーンバーンおーって出てったんだよ。うん、出てった後からさ、うん、俺、何気なく、こう、奴がこう歩いてった道を見たさ、うちのカーポートのとこ、ちょうどその、少し前に雨が上がったみたいな、道がこう乾きかけてた。水溜りが、薄い水溜りがある。奴がそこへこう踏んだと見えて、奴の足跡がこう自分の車の左ハンドルのとこまでこうついてるわ。ところが、同じ水たまりを踏んだとおぼしき、一回り小さい靴跡はもう一つ向こうへついてんだよ。車の助手側の方へついてってるわけ。と、俺、うわーと思ったわけよ、俺。うわー、これは本当に連れて歩いてんのかもしんねえなーと思って、玄関入って、ふっと見たら、うちの娘がおっと立ってるわけ。まあ、ちっちゃかったんだよ。うん、え、うわ、びっくりした。どうしたのって言ったら、うん、お客さん帰ったのって言うから、え、おぉ、うるさい、うるさったな、ごめんな、なんか起こしちゃったな、帰ったって言ったら、そっか、だからか、って。何がって言ったら、うん、お姉ちゃんも一緒に帰ったって言うんだよ。おぉ。なんだってって。なんかわかんないけど、お姉ちゃん一緒に帰ったって。で、どういうことかって聞いたんだよ。そしたら、娘の部屋の外の廊下のところに、ずーっと立ったまんま、うちのその階段降りていくところのさ、こう壁があるんだよね。その廊下側と階段側とか壁があるんじゃない、うん、だからさ、そこのところへずーっとこうやって肘ついたまんま、って言ってる女の子がずーっといたと。うわ、うん、で、その子なんだろうなと思って、こう何の声だろうなと思って一回見たんだけども、なんか声かける感じじゃなかったから、閉めたんだけど、ずーっと、って言ってた。だけど、その今の車の音と一緒に、そのお姉ちゃんもいなくなってたんでって言うんだよ。マジかと思って。だから、ずっと、息を潜めて2階にいたんだよね。ああ、それが要は、吠えなかった時間ですね。そうそう。ほんで何日かしてた。俺そのこと教えてやろうと思ったんだけどさ。だけど、電話出ないわけ。うん。何日かした頃に奴から電話かかったよ。逆にね。うん、いやー、お前さ、いやいや、ちょっと待って、先にちょっと俺の話聞いてくれよ。っていうの。俺ね、実はね、自分でも分かった。うん。俺はね、その幽霊が見えたり感じたり聞こえたりなんてことは今までなかったんだけど、この度ばかりはね、俺自分でも分かったよ。うん。いたよ、俺のそばに多分な。姿は見えないよ。姿は見えないし、声が聞こえるわけでもないんだけど、感じるんだよ、その、存在をって。うん。だから俺、ああ、このままじゃ絶対ダメだなって俺思ったから、話してみたっていうの。おお、思い切りましたね。どういうことよって言ったら、はあ、うん。まあ、小さいテーブルを出してきてね、うん。で、チャルマニアルでっかい鏡があるんだけどさ、そこの前にテーブルを置いて、俺は酒。で、向かい側にオレンジジュース一つ置いて。すごい。あのさ、見て。おじさんのこの顔。ね。何があって、何が辛くてそんなことになっちゃったのか、おじさん知らないよ。知らないけど、だけど、
もうあなたがぶつかって、おじさんこんな大怪我しちゃったんだよ。ね。おじさんが入院してる病室に、あなたのお母さんが来た。うん。この度は本当に、娘がとんでもないご迷惑をおかけしましたって、お母さん泣いてたよ。ああ。どうよ。死んだって楽になんかなってねえだろ。って、俺、こんと話したんだよ。そしたらさ、なんかこう、部屋の中でもってバシッ、ピシッって言ってたのは、最後にね、まるで鈴が鳴るように、コロコン、チチンって音がして、スッと部屋の中の空気が明るくなってさ、うん。それから何にも感じなくなったって言うんだよな。でもね、それって、その日ってね、俺これは実を言うと、最近っていうか、今、だから去年か、去年になって俺これ確認した事実なんだけども、はい、実はその日って、その事故のあった日からずっと数えて49日目だったらしいのよ。あ、そうなんですか。うん。そのタイミングでそういうことしようって。うん、いや、でもその本人は分かんなかったんだよ、そのことは。うん、なんかそうやって導かれてますよね。そう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 。それで、ちょうどその、まあ、夜になってね、そんなことをちょっとやってみたんだよなって、そしたらなんか、全く何の気もしなくなった。だけど俺、一言ぐらいごめんなさいって欲しかったなって。ああ、まあ正直なところですね、それね。そんなことをね、言ってたね。いやー、なんか、そういうのあるんですよね。ね。決してその話をほら、いい話の方に持っていくつもりなんかないんだよ。うんうん、ないんだけど、だけど、うん、やっぱり何回も言う通り、人の心を制すのはやっぱり人の心でしかないっていう。本当そうですね、っていうことだ。はぁ、あ。自殺なんかしちゃいかんぞ。ね。デ・トマソ・ファンテーナ。デ・トマソっていうね。デ・トマソ。そう、デ・トマソっていう。メーカーがあって、そこのそのパンテラっていう車があるんで、古い車ですよ。うんうんうん、で、それが、その、一時の昭和の時代のスーパーカーブームの頃に、スーパーカーの一つとして人気が出たんです。でも、あれは、正直言ってスーパーカーとして扱ってはダメなんです。ほう。うん。複雑ですね。うん。スーパーカーじゃないんだ。あれはな。まあ、だけど、スーパーカーだな。いや、スーパーカーなんかい。いや、あの、スーパーカーの定義っていうのがあるんですか？そうなんだよ。スーパーカーの定義っていうのがあって、はい、言われたことすごいすごいですけどね。そうなんだ。そのね、時価数千万円、昭和のね、うん、50年代だよ。ね、うん、昭和の50年代に2000万からする車って、恐ろしい額ですね。うん。庭付きの一軒家が札幌市内でも3000万出せば買えた時代だからね。はぁ、うん。そう。なんで札幌なのかわかんないけど。まあ、街中ね。うん、はい。で、そんな頃に、とにかく、大変な人気だったんだ。スーパーカーブームってのがあったんだ。で、その頃にそのデトマス・ファンテーラっていうのもそのスーパーカーの一台として、まあ、かっこよく尖ってて、こう、リトラクタブルライトだからっていうのもあるんだけど、うんうん、としてこう、数えられたんだけどもね。だけどあれはね、根血時なんだね。根血時。うん、はい。あの頃のスーパーカーっていうと、イタリア製かドイツ製か、まあ、っていう感じがあって、たんだよね、はい。うん。だからその中に、そのアメリカのコルベット・スティングレイがスーパーカーとして入ってるのもおかしい。俺は絶対にこれ、子供の頃から俺絶対、おかしいと俺は思ってたから。へぇ、うん、それはコルベットを下げすんでるんではなくて、コルベットをスーパーカーなんかと一緒に数えるなよっていう。うん。そういう感覚の中にパンテラもあるわけだ、ね、よ。で、その、まあ、パンテラにも何種類かあって、うんうん、で、それを、その、まあ、何年だ ?10 年なるのか何年のか。に、前にね、ちょっとこう、やめちゃったんだけども、そのレストアの工場っていうのをね、細々とやってて。はい、で、そんな頃に、そのパンテラが1台入ってたんですよ。入ってたの。で、パンテラっていうのは、これごめんね。
あの興味ない人はああそうなんだと思って聞いてくれれば、で知ってる人はあそうそうと思って聞いてくれればいいんだけど、うんうん、パンテラ何種類もあって、うん、実際にそのレースなんかで使われるタイプのボディを持ちながら、うん、だけど実はエンジンは割とその街乗りもできるタイプなんとかとかいう、うんうんうん、要はその今でいうとこのクローンってやつだよね、うんうん、そういった車もたくさんあったわけ。それでエンジンが351クリーブランドっていう、これフォードのエンジンで、はい、うんで 5.7 ちょい、だから約 5.8 リッターのエンジンが、 V8 のエンジンが入ってるんだけど、でこの車がね1台うち入ってきたんだけど、まで正直言ってひっどい車だったんだ、もともとエンジンはすごく元気、はい、ね、そのパッと見てくればもうパンテラの GT4 なんだよ。GT4 っつってフェンダーがガーッと出てて、後ろにでかいこうあのカウンタックみたいなこうウィングがついてるのよ。そんな感じなんだけど、でももうエンジンをかけてでクラッチ踏んでみたりなんだりする、ああこれは違いね、 GT4 なわけないよねっていう、もともと GTS だったやつを GT4 ルックにしてあっただよね今ね。うんルックっていうのはポッポクしてあるだ大丈夫、ここまで。あ、大丈夫です。はい、うん、大丈夫です。なんとかついていってます、うん。で、この車をとにかくちゃんと街乗りが普通にできるようにしてもらいたい。クラッチも滑る気味だし、うん、ギアもいまいちこう、どこ入ってんだかわかんねえ状態になっちゃってるしっていうんで、それで、その、クラッチからブレーキ、何から全てをこう、直したんだよ。わ、はい、かりやすく言うと、直したんだよ。はいはいはい。それで、きちっとある程度形になった時に、うん、その頃うちのメカニックにいたある若い男の子がいて、この男の子っていうのが割とそのヘビーな、うん、マニュアル車に乗るのが得意だったの。ヘビーな、ヘビーな、はあ、どういうことですか感覚ですかあのね、はい、すみません本当にオートマだったらマニュアルだからクラッチ踏むでしょ、はい、クラッチ踏んで、はい、こう離す時に、はい、その分かりやすく言うとバネ圧が強すぎて、はい、ハンクラが近いポンってつながっちゃうぐらいのヘビーなクラッチなんだよ。それヘビーなクラッチ、ヘビーなクラッチ、うん、でそれをそのやっぱりハンクラ何回か使ったらもう終わっちゃうっていうね。へえ、うん、そんなような感じの車に乗るのがすごく得意な男の子がいて、はい、でその子もある程度仕上がった時に、うん、じゃあこれうーんちょっともう走行テストを頼むよって言ったので、うん、ああ分かりました分かりました、でじゃあ自分乗って帰りますね、それに乗って帰った、はい、で次の日、うん、朝俺も大体朝早くに行くんでね、はい、行ったらさ、うん、普通にちゃんとこう車がこう止めれるところがこうあるのにさ、うん、工場の前だよ、はい、そんなところ入れねえで頭からガーッと入ってきたものが ガレージのシャッターの前のところにズドン斜めにつけて、うん、もうあわゆくばもうこんなもんでシャッターに行きそうになってるの、おギリギリ、うん、パンテラは前がそんなに長くないから、はい、ただその下のこうスポイラーって言ってこの部分がこうキュッと出てんだよね、はあはあはあ、これがもうこんなにニアミスだったわけ、はあはあ、何やってんだおいつと思って、はい、で外でタバコ吸ってんだよこうやって、はい、で、あ、おはようございますって言うから、どうしたんだお前これなのって言ったら、いやいや違うんです、ちょっととりあえず開けてもらっていいですかって、やつ鍵持ってないから、うん、鍵開けて、うん、シャッター開けて、そしたらちょっとここで話したくないんで、なんか事務所入ってください。うん、変なこと言い出したこいつなんて。その車ってのはね、じゃあどういう経緯でそこに来たかっていうと、はい、あるお客さんがこれを完全に直してくださいよって言って持ってきたんだけども、うん、どうもその、よそからっていう、まあその、まあ国内のナンバーがついてたから、おそらく誰かがもともと持ってた倉庫かなんかに、ごろんと投げてあったやつを、うん、おそらくもう捨て根同然でどっかから引っ張ってきたんだな、多分ね。うん。だからそれをとにかく綺麗に直したわけだ。はい、分かりやすく言うと、うんうん。どうしたのよって言ったの。はい、そしたら、いやじゃああれ、あのパンテラ、お客さんってもともとこれ乗ってたんですかねって言ったから、うん。え、あ、そうか、お前それの経緯知らねえんだなって言ったの。何ですとか。いやいや、これは、ある人がね、おそらくなんだけど、まあ、どっからかその持ってきたか引っ張ってきたかもらってきたかして、うん、それをおそらくどっかで転売しようとしてるんだと思うよって。ああ、なるほど。うん。転売しようとしてるんだと思うよって。だからそのために、そのある程度、きちんと直してくれって言ってきてるんだからって言った。うん、なんでって言った。はい。ああ、じゃあこれはあくまでもコレクションとかいうものじゃなくて、うん、誰かが実際に
乗るんですよねって言う。いや、それ乗るだろ、お前。うんうん、なんで、うん、って言った、うん。いや、自分実は昨日、この車をいろんなパターンでちょっと試してみたくて、街乗りをしてみたりとか、高速に乗ってみたり、ちょっとこうちっちゃい渋滞にはまってみたりしたんですけど、まあ水温も上がらないし、うん、いいんですよ。調子はすごく良かったんです。うんうん、それでそのまんま、首都高6号をずっと走って、千葉方面に走って湾岸に入ったんですよねって、湾岸道路にね。はい。とそのまんま千葉の浦安方面ずっと走って、うん、ある程度のところまで走った後に下を道を降りて、もう夜中だったので、うん、ほとんどもう、海上コンテナ引っ張ってるトレーラーぐらいしか走ってないんだよ、それはね。うんうんうん、なので、そこからその下を道を降りて、下道を今度ぐる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 右行ったり左行ったり右行ったり左行ったり、たまに急ブレーキかけてみたり、急加速してみたり、いろんなパターンでテストしようと思ったんですよ。はい、で、一般道に降りて、片側が2車線のこう真ん中にこう中央分離帯がある感じの道へずっとこう差し掛かったら、うん、すいません、俺こんな跳ねましたって。は？え？お、なんか言ってるこいつと思って、何って、で俺も後先も見ずず車確認バーっと向かったのに、ちょっと待ってください、後ろからちょっと待ってくださいってわけ、待ってくださいじゃねえよお前と思って、ね、人様の車だからね、はいはいはい、で。シャッターのところへこうずっと出て、まだこうシャッターボック入ったままだ真ん中。ね、うん、その状態でこうポンと置いてあるのを見たんだよ。何にもないわけだ。うん、あれと思った。角も見る。全部チェーンスポーからなんか全部見るわけだ。屋根からなんか全部何でもない、うん。お前朝からそういうヘビーな状況やめてくんねえかなって言ったの、うん。いやいや、ちゃんと最後まで聞いてください。あ、うん、はいはい、俺、湾岸から、降りてあるその下道をずっと走り出した時に、正直何キロ出てたかわからないんですよ。ただそんな一般道でね、百何十キロだもなんだろうって、そんなスピードでは俺は走ってないです。突然ね、目の前にボーンと女が出てきたと思ったら、そのまんまドーンって急ブレーキをこう踏む間もなくザーッと跳ねたんですって。でその跳ねたっていうか、なんていうか、ゾン、まあ、当たったわけだ、車とね。そのまま、キャーブレーキ踏むんだけど、昔の車だから ABS なんかないから、キャーって横になっていくわけだ。で、そのまま、どうにもぶつかることなく、その、こっち側からの2車線をこう塞ぐ感じでもって、キューッとこう斜めになって、うん。そしたら、女の人がこう歩いてるところへ持ってきて、それを後ろから、こっちから来た車と思って、バーンと跳ねたもんだから、うん、女の人のその後頭部っていうか、その頭部が、約そのやつが言うには、運転席に座って、真ん中よりちょっと右側って言ったよ。ね。ここに、バシッ、メシッって突っ込んできたんですよって。頭が。わかる？俺にすると目の前に何でもない車があるんだよ。ね。言ってることがわからないですよね。そう、こう聞いてるうちにだんだん見上げてくるよね。で、え、笑ってますよね。いや、マジ、真剣に聞いてください。うんうん、それで俺、最初、ドーンって言って、うわ、後頭部っていうふうに、瞬間的にそんなふうに思ったんだけど、後頭部じゃないんですよって。えって、バケットだからね。すごいこの深いバケットがついてるんで、それそっと思って、えって見たら、それがこう後頭部だと思ったら、いつの間にかこう顔面だったって。めしめしめしって。で、それが、もう、めしめし、めし。メシ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 ってそのガラスから自分の顔をメシメシギュッて抜いたと思ったら、そのまんまフラ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 って左側へ、運転席側の方へ回ってきて、でこう閉まってるじゃない、こっち側の窓がさ、その閉まってるこのガラス窓に、そのもう怪我してるガラスだらけになってるその顔をボシボシってぶつけてくるんだって、何件ボシ。で、その時に、そのぶつかった時に、これにこう、ついてるガラスの破片なんかが、ドシッ、メミ、ドシッ、メミ、メミ。で、そのちっちゃいガラスがこう、落ちてる、ガラスにガラスがぶつかる、その音がはっきり分かったんですよ。で、俺、えぇーって、えぇーって静かになったんで、ひょいっと見たら、俺、斜めにも何にもなってなくて、車が。え、あ、そこもですか？もう、左側に、ウインク上げて、ちゃんと道に寄せて止まってたんです。え？待て。いや。何それ。待て、待て。
こんなことを言うと失礼かもしれないけども、お前なんか悪い薬やってんじゃないよねって、うん、ほんと言ったよ、うんうん、そうでしょ、うんうん、言った、うんうん、いやいや違う、そんなことやってるわけねえじゃないですか俺がって。まあそうなんだよ、真面目な男だからね。それだからこれやばいと思うんだよな、やばいと思うんだよなって言うから、バカだな、分かった分かった、じゃあそれが万が一本当だったらするじゃねえか、じゃあそれをこれ車仕上がりました、テスト走行終わりました、これから連絡しなくちゃいけないんだよ、うん、ね、綺麗に治りましたよ、調子いいですよ、大丈夫ですよ、その代わりにたまに女突っ込んできますよって言えるのかお前って。いやたまに言えないですよ、そんなこと言えるわけねえじゃないかと。いやだったらお払いしてもらってってこう言いかけたんだよ、だいよ、そんなこと勝手にできるわけねえじゃないかお前って、うん、そんなこと神主さん呼んでお前こうお払いしてるところを持ってきてすいませんってお前オーナー来ちゃったらどうするんだって、うんうんうん、呪いかけてんのって言われちゃうよお前って。あそうですね、うん、だからとにかくそれはお前がな瞬間的にこうパッとこうそういうなんかそこで亡くなった人がいるんじゃないの、だからおそらくはそういったものをこうかけて見せたんじゃないのかなって俺は思うけどねって、うん、うん、だって何とも言いようがないんだもんだって。そうですね、自分で見てないですもんね、うん、そうそう、だからしょうがないよ、だから結局はそのきちっと全部細かいところも直して調整も済ませて、うん、その車を収めたさ、うん、ね、うん、収めた3日後にその人、うん、女跳ねたんだよ実際リアルに。あリアルに、リアルに、うーわー、で亡くなっちゃったの。それ千葉じゃなかったけどね、もちろんね、事故を起こしたのはね。だからどういう意味を持つのかさ、うん、何のためにそれを見せたのって、そのうちのね若いやつに、そんな幻影とは俺は言いたくないよね、幻影では俺はないと思う。そうですね、うん、どういう意味だったんだろうっていうふうに。いやでも実際にそのなんか跳ねてしまったっていうことを前もって再現したとも思いづらい感じですよね。そりゃそうそうそう。突っ込んだ顔を剥がして横に回ってバンバンバンって、うん、それできないですもんね、うん、そういうことね。何なんですかね。なんともね、なんともちょっと形容のしがたい話だけどね。いや気持ち悪い。気持ち悪いよね。いやすごいな、やっぱみんな反応すごいですよ。怖い怖いとかとかなんかトイレ行けなくなった。